英国アンティークナビゲーター土橋正臣の YouTube チャンネルへようこそ。今日はですね、ミュージシャンの中西圭三さんにお越しいただきました。ありがとうございます。どうも中西さん。今日はですね、実は鎌倉 FM の収録日だったんですよね、はい、そうなんですよ、はい、どうでしたか？いや、楽しかった。楽しかったですか？すごいですね。え、びっくりしたんですよ。あの、いろんな方とね、そのインタビューも もちろんこうもう30年 ね、 そうですよね、やってますので、されてますけれども、素晴らしいですよ。ありがとうございます。流れるように。いや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 、中西さんの、自分はウーマンですね、1922年ですよね。1992年ですよね。それ前だね。だいぶ前。それアンティークになっちゃうから。あの、そうそうそう、92年の時に大ヒットしたじゃないですか。私大学ね、4年だったんですよ。ああ、そうですか。そうでね、あのね、歌詞のがまたね、後押ししてくれるんですよ。そう、ウリノさんのね、ウリノ正男先生の歌詞がね、詞があれでね、もう心の中でね、さあ頑張ろうって思う、うん、そのね、憧れのね、中西圭三さんと一緒にね、ラジオをねさせていただいて。いやいや、そんな言っていただいてありがとうございます。でもね、はい、実は中西さん、今日って実はすごい日が、そうなんですよ。どういうの？終わってからね、そのラジオ終わってから、ラジオ収録終わってから、そう、実は今日、あの、30周年の記念日なんですよ。だから、1991年の3月25日なんですけれども、そうですね、あの、今収録してるのね。そう、収録してるのがね、3月25日にデビューしたんです、僕は。もう記念じゃないですか。そうなんですよ、まさにその日。それラジオでなんて言わないんですかみたいな。いや、でもね、はい、これ記念ですね。いや、そうなんです。30年経ってますか。いや、もうそんな素敵な日に。91年にデビューですかね、はい、デビューというか、そう、91年にデビューして、その11月に、その、ズーというね、グループのチューチュートレインという曲が、まあ、世の中的にはヒットをして、ヒットしましたね、はい、そういう流れもあって、その、それを作ってる人っていう、まあ、その注目みたいなこともあって、まあ、ウーマンっていう曲が92年です、ね、あの CM タイプが決まって世の中に出ていくっていうの、カメリアダイヤモンド、そうね、あれも衝撃的でしたね。たくさん流れてましたからね、あれがヒットした時に、はい、やっぱりどうでしたか、あの、自分自身の心境というか。だって今まで世の中には、まあ、立役者になってたわけですね、チューチュートレイン、まあ、そうですね、それはすごいですけども、はい、チューチュートレインが、うん、自分自身がこうヒットするってどんな感覚なんですか？いやいやいや、もう、それはとっても嬉しかったことですし、うんうん、その声とか顔とか名前とか覚えていただけるっていう状況になりましたね。そうなりますよね、はい、うん、それはやっぱりこうガラリとやっぱ世界は変わる。世界変わります、はい、変わりましたね。うん、それでね、はい、あの、中西さんはあれですよね、ヒットしてたくさんのね、まあ、ヒット曲をヒットメーカーとして作られてきてるんですけれども、はい、このコロナになっちゃいましたね、最近。コロナ禍はどうでした？この活動っていうか、難しいですよね。いや、本当にどうしようと思ってね、あの、外に出るわけにもいかず。そうですよ ね、だから、まあ、うちの中でできることっていうのでね、まあ、それこそ曲を作ればよかったんだと思うんですけど、まず一番最初、なんかこう楽しみを見つけようってなことで、あの、パンを作ってみた。ちょっとパンですか？そっちに行きます。パン作ってみようか。料理ですか？そう、なんか初めてね、パン作りに目覚めた。パン作りに目覚めた。目覚めたんですか？小麦粉に目覚めた。いやいや、ちょっと待って。いや、本当に音符じゃなくて小麦粉いっちゃったの。そうなんですよ。いや、楽しいなと思ってですね、焼けばね、焼けるもんなんだなと。そうなんですか？そう、うちにオーブンあったけど使ったことなかったな。オーブン使いこなしてるんですか？そうそうそう、もう今やね、うん、はい、あ、そうなんですか？余熱したりなんか。余熱して。ちょっと待って、パン作りに目覚めたの、コロナ禍で。パン、うどんも売ったり。うどん。また和風だな。そうそう、いや、それやっちゃったんですか？まあ、そうなんですよ、まあ、しばらくはそれで、うん、まあ、しばらくは楽しんだわけですね。楽しんだ。部屋の中でできることを。そう、結構楽しいじゃないですか。あ、そうですか、うん、盛り上がってたんですけど、やっぱ曲作んなきゃ。そうだよね。なんか違う方向、違いますもんね。まあ、そうなんですよ、まあ、まあ楽しいだろうけど。そう、で、曲は作り始めたんですか？パンを作ることによってね、うん、こう初めて一から作るっていう喜びっていうのはやっぱ感じたんですよ。パンを買うんじゃなくて、こうやって作ったら焼きたてはこんなに原料から味わい深いもんだと。だやっぱり、あの、曲もね、もともとやっぱりもう作る人でしたけれど、うん、CD って作ったことなかったんですよ。あの、そこに繋がるんだ。メーカーさんと、まあね、ね、あの、自分ではやらないよね。
じゃあ、マスタリングまで終われば納品して、はいはいはい、そうだね、それが CD になって帰ってくるっていう、うん、まあ、そういうなんかこう中にいたんですよ、まあ、そうだよね、はい、うん、でもじゃなくて、うん、もう自分で一から作って、ま、小麦粉から作るみたいな感じ。そうで、うん、まあ、CD を出したい理由もちょっとあったんですよ。あ、そうなん、はい、それどんな理由があったの？それはですね、まあ、お世話になったプロデューサーの方が、うん、昨年の2月に亡くなってしまいましたね。でまあその、まあ、そういう、まあ、いろんな思いが、うん、まあ、お前曲作んなきゃダメだって散々言われてたので。そうですか。まあ、どっか思いに報いなきゃっていうことで、こうえいやということで、まあ、CD を作ってみようという、うん、それは、え、自分で作ったってことですか？そうですね、レーベルを立ち上げて、うん、まあ、いろんな申請事がたくさんあるわけです。それそうですよね。事務作業とかも一番苦手な作業いや、計算することと事務作業が一番苦手なんでまあね、はい、音楽を作ってるのわけが違いますからね。そうなんですよ。あ、それを自分で始めた。あ、そうなんです。レーベルを作って。そう、まあ、池田聡さんって、まあ、大先輩にね。池田聡さん、はい、モノクローブピーナッツですね、はい、の方ですね。そう、どうすればいいんですかって、まあ、池田さんはもうね、以前からやってらっしゃるから、はい、教わりながら。あ、そうで、はい、それで作った曲が何という曲なんですか？流れ星っていう曲なんですね。流れ星、はい、これテーマ内容は簡単に、まあ、そうですね、うん、まあ、端的に言うと、うん、死別っていうのがテーマですかね。死別ですか、はい、一緒に見た星空を見ながら、うん、まあ、今一人で、まあ、寂しく感じるんだけれども、うん、そこにふっと流れ星が流れて、なんか寂しいっていう気持ちに何か応えてもらったような、うん、まあ、そこにいるような、一緒に見てるような、まあ、そういう実感っていうのを、ね、感じるっていう。なるほどね、はい、この「流れ星」っていうね曲ね、はい、実は鎌倉 FM でもね、はい、流させていただいてるんですけれども、はい、これグッときますね。ありがとうございます。ね、皆さんね、流れ星、今ねこうジャケットが映ってると思いますけれども、ね、ぜひねこれ聴いてみてください。ぜひ、ね、そしてもう一曲あるんですよね、はい、子供向けのがありましたよね。そうですね、ボヨヨン行進曲っていう曲がありましてね、うん、昨年はですね、うん、よしお兄さんっていうね、はいはいはい、卒業なさった体操の、ね、身体運動のお兄さんの、はい、YouTube チャンネルで、うん、リモートで歴代のお兄さんお姉さんたちと一緒に歌うっていうボヨヨン行進曲、まあ、いろんな大変なことがあっても、足の下にバネがついてるから頑張っていつの日か高く飛び上がるための時間だと思って過ごしていこうねっていう、まあ、そういう曲だったので、ボヨヨンはこのバネのボヨヨン、ね、まあ、そうなんです。うん、はい、まあ、そういう曲だったので、まあ、そのメッセージをというので、まあ、一緒に歌わせてもらって、それが1500万回再生っていう。 YouTube で、はい、1500万って日本の人口どれくらいだったっけっていう10人に1人絶対聞いてるっていうね、いやでもこれすごいですね。それを聞いていただけたっていうので、子供から親御さんまで、はい、そうですね、もうみんなですね、まあ、今一番大変な、うん、まあ、本当に時期にね、うん、こう音楽で寄り添えたっていうのはすごく僕自身も励まされるような気持ちでした。これ音楽って人を勇気づけたり、うん、はい、そういうことができる本当素晴らしいアイテムですね。まあ、そうですね、オリナさんに教えてもらった、やっぱりなんか人のね、うん、気持ちをこう押していけるようなね、うん、まあ、ウーマン自体もウリノマサオ先生が作詞してらっしゃいますね。そうです、はい、ね、そっからのつながりでね、はい、こんな話をですね、鎌倉 FM のノーアンティークノーライフという番組ですね、2021年の5月の第2週と第4週の木曜日の夜11時23時から放送しますので、ぜひお聞きになってください。この概要欄の方にね、そのリンクが貼っています。全国でね聞けるですねリンクがありますので、当日ぜひ聞いてみてください。またね、6月になったらね、その番組もですねアーカイブに残りますから、ぜひ楽しみにしてください。今日はですね、中西圭三さんにお越しいただきました。はい、30周年記念おめでとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。はい、ではまた次回ですね、英国アンティークナビゲーター土橋正臣の YouTube チャンネルをよろしくお願いします。ノーアンティークノーライフ。